さて、先ほど解説の中で地球の距離がちょうど良かったから生命がいるんだなんてお話がありましたね。太陽を中心としてそこから考える距離の中で生命が存在できる距離、ハビタブルゾーンっていう名前が確かついてたかと思います。気になる方、ハビタブルゾーンでぜひ調べてみてくださいね。例えば駅からの距離縮尺を変えてみて、自分家ハビタブルゾーンかなとか、そういう楽しみ方があったりしますね。さて、実は今日のイベント8時から9時までお時間をいただいています。結構飛ばしてきちゃいましたね。15分ぐらい時間が余っちゃいました。皆様にリクエストをいただいて、人気の高い星、それから惑星を映していきたいなと思うのですが、何かこの星もう一回見たいよ、この映像もう一回見たいよというのはありますか？もしなければまた頭から順番に映していこうかななんて思ってます。あ、何かな、何がいいかな。ごめんね、ちょっとね、移動することが難しいので大きい声でこれって言ってください。あれあれあれ、よっしゃ、一回行こうって。お姉さんの聞き方これじゃダメだね。ちょっとね、全然わかんなかったわ。太陽がいいよ、はーい。月がいいよ、はーい。あとなんだ、木星がいいよ、意外と似てないぞ。火星がいいよ、はい。もうちょっと地球見てたいな。じゃあ、はーいの元気が一番大きかった太陽から見ていこうかな。太陽、月、お、順番に見ていこう。じゃあ太陽は何色の太陽がいい？緑とオレンジとビカビカの黄色とかあったんだけど、どうしよう。じゃあオレンジ、ビカビカ、緑かな。あ、難しいね。緑、オレンジ、ビカビカか。はい。さあ、これはさっき見た緑の太陽です。太陽の表面、光球というところを映しています。見えている黒い点は黒点です。ぐるっと回ってくるとちょっと大きめの黒点も見えてくると思います。さて、じゃあこんな緑のメロンみたいな太陽の次はオレンジ色の太陽も見てみますか。おー、このオレンジ色の太陽は水素の光、 Hα 線というオレンジ色の光を取り出して見ているから赤く見えます。黒っぽい筋のところはフィラメント、ちょっと白っぽく明るく見えるところはプラージュというお名前がついています。それから太陽の表面、粒々じゃなくてこうブク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 小さな粒々が見えますね。これは粒状斑というお名前がついてます。さて、太陽の姿もう一つ見せました。エネルギッシュな太陽です。左の上のところでピカッと光るのは太陽の爆発、フレアでした。フレアが起きるとプラズマの粒子、電気を帯びた粒が地球に飛んできて、その粒が北極の方からゴクッと入ってくるとオーロラが見えるなんてお話もちょっとしました。さて、では太陽を一通り見たので、次に人気の高かったお月様を見てみましょう。
これは衛星かぐやで見れたお月様です。普段見ることのできない月の裏側も見ることができます。ところどころで見える黒いところはスキャンができなかった、観測ができなかったところです。裏を持ってみたら頭のてっぺんもちょっと見てみたいななんて思ったりしましたね。実際にこうなっているわけではなくて、これは撮った映像をこう貼り合わせてつなげているのでちょっと歪んでいるのですが、このボコボコしたクレーターなんかは実際にあるみたいですね。やっぱりここもちょっとスキャンの乱れが黒いところがありますね。衛星カメラで見た月と、もう一つ今日は月食の時のお月様をお見せしました。月食の時のお月様も見てみますか。これは今年の1月31日にあった皆既月食の時に撮影したものです。大学の住所だから日野市保土久保日野市保土久保というところに私たちの大学があるのですが、そのちょっと小高い丘の上にある校舎の屋上にある天体観測室で夜な夜な集まって寒さに震えながら撮影しました。この時月食が始まった時はとっても晴れてたんですけどね、皆既になってその後また影が取れていくというタイミングで小雨が降り始めたり雲が通り始めたり、愛好家の中に一人晴れ女がいるんですけど、晴れ女がねちょっと呼ばれて力足りてないよなんて話をしながら撮影したのがもう半年以上も前だと思うとびっくりしちゃいますね。月食の最中に月が明るく見えるのは夕焼けが明るく見えるのと大体同じ仕組みです。詳しい仕組みが知りたい方は月食なんで赤いのなんて調べてみてください。さてせっかくなので太陽、月以外の星もダイジェストでお送りしたいと思います。じゃあ赤く見えるつながりで火星でも行ってみますか。